惨敗しました、国家試験の合格を頼んできました。よっしゃ、よし。ではこっち行ってみましょうかね。ここも後ろもあっちも建物があるんですけどね、よくわからないんで戻るルートに入ってみましょう。よいしょ。ちょっとね、日陰一部しかないんでね、暗いですね。あれもね、東屋ですね。噴水が、ね、こっちはちょっと噴水が若干す、あ、でっけえ鯉がいる。すごいのがいるよ。こちらは旧吉川邸跡ですね。ちょっと見ていただけに。旧吉川さん、吉川浩二さんとなんか関係ないよね。吉川さんの家の。何なんだ、ここは登録有形文化財。こうやって変わって、大名ですよね。大名ってあって、でも毛利家の家臣ですよね。吉川さん、うん、普通の家じゃねえか。その家だよ、これ。うちのおふくろの実家みたいなもんだ。吉川家岩国事務所だったんですね。これ事務所なんですね、はい。では隣の、礎石像の建物が気になりますね。行ってみましょう。こっち抜けてもらう。ちょっとね、夏で枯れちゃってますね。この廃墟感漂う建物は何でしょうか、ね、完全にね、廃墟漂ってますね。石としては大屋敷みたいな感じで、ね、これは岩国美国館の建築概要。戦時中に旧藩主吉川家が郷土に博物館をという目的で、あ、これは吉川家が博物館を寄贈したって言われますね。岩国美国館、これは入れるのかな。今日の保全工事のビデオなんですね、うん、木組みね、欄間、堀欄間みたいなものですね、うん、ちょっと見ていきましょう。順路こっちは、こっちは出口、司教戦争というのがあったんですね。明治150周年だよ。司教戦争ってどこにあった。源氏の内乱、慶応元年、やったと。最大に、
こういう若き武士がいたんですね。藩主はやっぱ毛利なんですね。高近から藩主岩国、師範、藩長州藩の師範に、吉川さんがいるんですね。でそこに、三人の侍がいると、うん、であと学校吉田松陰とか、ね、あったんですね。高知県長州藩の戦争ですね。これが岩国城だっけ。おお、錦帯橋の模型、これすごいね。源平合戦に出るね、毛利家はね。毛利輝元ですね。これは西軍側なんですね、うん、これ関ヶ原ですね。これは順路こちら、柱とこの梁のアーチの構造が印象的です。天井は感じますね。ここは何か、なんか大切なものですね、うん、このやっぱり構造が気になりますね。アーチ構造ね。この2階もあるんだ。2階、2階ちょっとあるね。あ、行き止まりだ。これはね、上がって損した気分になる。勉強になりました。さて、錦帯橋に戻るルートはあるのかな。どうやって出たらいいの。ね、すごい、すごい、素晴らしいですね、アグですからね、うん、こじんまりしてるけどいいんじゃないですかね、こういうこのぐらいのね、ボリュームで見学できるの、うん、あ、ちょっとこうやって抜けられるルートね。ただちょっと手すりが欲しいですよね。よいしょ。